皆さんこんにちは、 FX トレーダーの西条です。今回は本当に期待度が100倍だったり1000倍いく可能性がすごく高いバイナンスの IEO トークンであるベータの説明動画とさせていただきます。なのでこの動画ではベータの IEO での参加方法だったりとか、なぜそれだけ期待度が高いかっていうのを紹介していきますので、必ずですねこの動画は最初から最後まで見るようにしてください。またこの動画が分かりやすいと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、そして動画の前になんですけども、今現在私の LINE 読者の方限定で今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを厳選して3種類お伝えさせていただいております。それに加え今すごく市場が盛り上がっている IEO や IDO 関連のプロジェクトのみを紹介させていただく LINE というのも新しく立ち上げさせていただきました。こちらの LINE の方では最近だと今すごく爆上がりしているカンガコインだったりとか、今この動画で撮っているベータだったりとかという爆上がりの可能性が高い IEO や IDO を積極的に紹介していく LINE となっていますので、本当にですね少額からでも莫大なリターンが得られる可能性というのが非常に高くなってくるかなと思っております。なので仮想通貨で一発当てて大きく稼ぎたいと思われている方はぜひお気軽に概要欄からこちらの2つの LINE の方ご登録よろしくお願いいたします。はい、それではやっていきたいと思います。まずこちらローンチパッドにはなるんですが、まあベータの説明のリンクが載ってたりするんですが、まあそんなことより皆さんやはり気になるのはどれくらい上がる余地があるかということになると思います。こちらはですね取引所が行う、まあ、IEO の今までの平均の収益だったりとか一番高かった収益っていうのを載せてくれてるものになります。でまあ、バイナンスだけこれ見てもらうとグラフが飛び抜けてるのがわかるかなと思います。バイナンスは20個今 IEO やってきており、平均でも 12000% なので120倍あるんですよね。平均で120倍です。まあもちろんこれは過去最高値 ATH での最高値になってくるので、実際はもうちょっと低くなったりはするんですけども、まあ、それでも平均で120倍ってとんでもない数字になってます。一番高いもので言うと 19000% ですね。ということで190倍ですよね。になってきてるということになります。これだけバイナンスの IEO がいかに強いかっていうのが分かってもらえると思います。まあ、バイナンスっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、世界最大の仮想通貨取引所になってます。で、世界最大の仮想通貨取引所が発行するですね、IEO トークンっていうのはもちろん注目もされますし、性能が悪いはずがないので、これだけですね、ズバ抜けた数字を残しているということになります。はい、そしてこれでどれだけベータっていうのが強いかっていうのが分かってもらえたと思うので、実際に参加方法っていうのを説明していきたいと思います。はい、参加方法はすごく簡単です。バイナンスの取引所で BNB、まあ、KYC 認証を終えてからですね BNB コインを購入するだけです。でこれは早ければ早い方がいいので、絶対に欲しいという方は急いで購入されてください。はい、でこのページからちょっと下に行くと出てくるんですけども、はい、こちらですね、定期登録タイムラインということで、これ私今すごい少ないんですけども、入ってる、平均の BNB が、まあ、これね、ちょっと理由があって、BNB をステーキングしてたんですよね。まあ、枚数で言ったら5枚ぐらいなんですけども、ステーキングしていて、まあ、そのことをすっかり忘れていて、バイナンスのウォレット自体も全然開かないので、平均でまあ5枚なんで、まあ、あるかなと思っていたら、今日ちょっと開いて、0.03 だったので、ちょっと今焦って、ちょっと追加で購入したんですけども、で、ステーキングしてる、BNB も、まあ、運よくって言うとあれなんですけども、明日か明後日に2ヶ月のですね、ステーキングロック期間を終えて帰ってくるので、まあ、少しはこの平均価が上がるかなといった感じにはなるんですけども、ちょっと一応ウォレットを見せますと、はい、こちら私のウォレットです。メタマスクだったり、トラストウォレットだったり、まあ、日本の取引所ですね、で、口座いっぱい持ってるので、もちろんこれが全部の仮想通貨っていうわけではないんですけども、まあ、見てもらうと BNB 今、ここですね、はい、23枚なんで、まあ、本当にちょうど100万円分ぐらい買い足ししたといった感じになります。でその上にまあ私前からポルカドットを押させてもらってるんですが、まあ、ポルカドットは一応まあこの口座には1000枚ぐらいですね入っているということになります。はい、でまあ多分これ1時間ごとに平均化していってるので、今取ってるのが19時21分なんで、あと40分ぐらいしたら平均値っていうのは上がってくるかなと思います。はい、元のページに戻ってきました。でここからじゃあ、さっき言ったように BNB 持ってるだけでいいのっていうことを言わせてもらったんですが、じゃあそこからどういう風に計算になるかっていうと、これさっき言っていたこの平均値ですね、1時間ごとにですね持ってる BNB で保有量 BNB 保有量を計算していくんですけども、これが簡単に言うと
転移できるベータの枚数に大きく関係してきます。はい、ここの計算期間ですね。ここの計算期間で全部のトータルの登録している人皆さんのこの平均的な BNB の保有量を全部合体させて、でそれの例えばじゃあ自分が 1% ですね、全体にもありえないんですけど、全体の 1% の BNB を保有していた場合は、1% のベータが手に入るっていうようなイメージになります。なのでこの前紹介させてもらったカンガコインとか早押し勝負とかではないので、まあ、正直これは結構資金がものを言うというかというようなものになっていて、でここの定期登録期間っていうところで、ここの10月8日の15時からですね、19時までに設けられているんですけども、そこの間で、参加表明をすると BNB がロックされて、でロックが終わったタイミングですね、その日中なんですけども、10月8日の15時から19時の間ですね、登録期間ですね、定期登録期間っていうのでこのページでできますので、この間に登録表明をします。でここの計算期間が1時間あるんですけど、その1時間の間で、20時になったらもう最終的にそのトークンと BNB がもう配布というか、まあ、BNB は戻ってくるんですけど、でトークンがここで配布されますということで、まあ、一気にですね多分価格っていうのは跳ね上がってくると思います。なので、まあ、本当にですね IEO ですね、バイナンスの IEO であるベータがすごく欲しいという方は絶対にですね平均化するので少しでも早い方がいいです。BNB を、まあ、この期間だけでもいいので持ってるトークンを BNB に変えてバイナンスに送るとかでもいいと思いますので、ぜひですねこちらのトークン手に入れて、まあ、一緒に資産を増やしていければと思います。でちなみにこのページの出し方なんですけども、ここの左上のところを押してもらうと、これパソコンなんですけども、ここに出てると思うんですが、このローンチパッドを押してもらうとこのページにたどり着きます。はい、でバイナンスお持ちの方は本当にですね、バイナンスといえば BNB っていうくらい BNB 持ってた方が有利なことも多いので、まあ、少しでもですね BNB を、まあ、この機会に保有してそのままですね持っていくだけでもかなりですね今後有利な、このようなエアドロップというか、まあ、IO があったりするので、ぜひですねこれを機会に BNB 保有者になってみてください。はい、それではまとめさせてもらうと、今回のこのベータ、バイナンスの IO トークになるベータは、まあ、期待値で言ったら本当に120倍の期待値があります。そしてこれを手に入れようと思ったら、まずバイナンスで登録して、そして KYC を済ませます。でその後に BNB を購入して、で BNB 購入した後には10月8日なので5日後ですね、5日後の15時から19時の間で登録表明をします。で登録表明が終わると、もう20時、その日の20時に、10月8日の20時にトークンと BNB トークンが返ってくるということになります。なので本当にまあ気になった方、もう1時間でも早い方がいいので、ぜひ BNB を購入してみてください。何かわからないことがあればお気軽にですね、冒頭でもお伝えしたように概要欄に私直通の LINE も貼ってありますので、そちらからメッセージを送ってみてください。そして概要欄の方にこのバイナンスの登録リンクも貼ってありますので、手数料も安くなるので、ぜひそちらからバイナンス登録してみてください。はい、それでは今回のこのベータトークンの説明動画というのは以上になります。冒頭でもお伝えしたように、私の LINE 読者の方限定で今後10倍以上のリターンが望めるアルトコインというのを3種類ご紹介させていただいておりますので、まだご登録じゃない方は概要欄から私の LINE を登録しておいてください。そして ID をメインで紹介していく LINE というのもありますので、少額からでも莫大なリターン得られたいという方は、ぜひそちらの方も LINE でご登録よろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。